BOS があり、それ以外がある。間に何もない。さあ、試してみろ。別にこのまま進むように。10分前に報告するはずだった。さて、話に聞いていた新兵ね。マイアラーを蹴散らす、うん、思っていたのと違うわね。何だと思ってたんだ。前回連れてきた新兵の一団はウェイストランド人だったの。汚くてヨレヨレで施しを求めていたのよ。彼らには望みなどなく安易な抜け道を探していたの。でもあなたは理由があってここに来たように見えるわ。いずれにしてもここまで会いに来てくれたんだから、この話はこれで終わりにしましょう。名前はイングラム。素晴らしく、そして可愛いこの整備ピットに来てもらえれば会えるわ。パワーアーマーの股の部分がきつすぎたり、プリドゥエンが地面に衝突しそうになったり、ロボットがおかしくなったら会いに来なさい。ここでパワーアーマーを手に入れられるのか。おや、新入りの最初の質問はいつもそれね。どれどれ、かなり立派な T60 型スーツを修理したばかりだわ。左足の作動装置が少し厄介だけど、ゾッとするものから身を守ってくれるでしょう。ベイ3にあるわ。この船では毎日必ず5つか6つは故障するわ。ここの仕事にかかりっきりになってからは昔ほど元気ではなくなった。仕事が次々舞い込んでくるから。なぜそうなったか話してくれないか。ちょっとプライベートなことだと思わない？もしチームとして一緒に働くのであれば、もっとお互いを知るべきだ。確かにその通りね。キャピタルウェイストランドで BOS と一緒に戦っていたの。パワーアーマー部隊のための中間準備地区で働いていたわ。拠点は戦場を見渡せる尾根沿いだったわ。標高はおよそ100フィートだったと思う。プリドゥエンに乗っていなかったのか。当時はプリドゥエンはマクソンの指揮下になかったわ。そもそもキャピタルウェイストランドにいなかったの。その時プリドゥエンがあったら、あんなに厳しい戦いにはならなかったでしょうね。手短に言うと、私がちょうど立っていたところの尾根が核爆弾の被害を受けたの。ほとんどの崖は崩れ、それで足元のプラットフォームがひっくり返ったわ。もしパワーアーマースーツを試験飛行していなかったら死んでいたわ。落下した時にパワーアーマーに命を助けてもらったってことか。そうだ、衝撃を和らげてくれたの。そのことを命を助けたと呼ぶかはわからないけど、地面に着いた後でスーツはお釈迦になったし、それに両足を失ったからね。あれ以来歩いていないわ。ともかくパワーアーマーで何か修理が必要なら、ここら辺のワークショップを自由に使いなさい。ではそろそろ失礼するわ。仕事に戻らなくては。ナイト、昇格おめでとうございます。準備しろ。完全コピーによって人造人間が人類にとって考えたと信じられる。ナイト、前に来なさい。この忌々しい檻に閉じ込められているが、噛みつきはしないよ。どうしてその中にいるんだ。よくぞ聞いてくれた。ここは保管倉庫だ。おそらくすでに予想はついていると思うが、この船の主計官であるプロクター T ガンだ。 BOS の貴重品に常に目を配っていられるよう、時の権力者にここに閉じ込められたんだ。任務に出発する前に物資を補充する必要があるなら、ここで買うことができる。待て、買う？いつから軍は自分のところの兵士に装備を売るようになったんだ。誰かが大量の爆弾を落とし、武器や弾薬を製造していた工場を一つ残らず破壊してからだ。 BOS が絶えず供給するにはキャップがいる。だからみんながその大義に貢献する。嬉しいことにキャップが絶えず流通することで、君が持ってくるものを何でも買うことができる。主に興味があるのは武器だが、役に立ちそうなものなら何でも買うよ。もちろん片手間でもう少しキャップを稼ぎたいなら、別件の仕事を紹介できるかもしれない。どんな別件の仕事の話をしているんだ。ああ、いや違う違う、想像しているようなものじゃない。少しばかり肉体労働をしたり、地元のファームとやり取りをするだけだ。このお一人様動物園から出られないからには、
代わりに足で稼いできてくれる人が必要なんだ。顔合わせが済んだ後で詳しいことを話そう。ところで他に何か必要なものがあるときは銃とかもっと弾薬など必要なときは知らせてくれ。失礼しますが、プロクター T ガン、他のクルーとの顔合わせが済んだら知らせてくれ。必要なら仕事はたっぷりある。ああ、よかった。やっと来たか。その本をどこかに下ろしてくれ。できるだけすぐに行くから。これらの本を使って何をしているんだ？その質問に取り組むために少々手を休めてみようか。どういう本に役立つ情報が載っているんだ？技術に関する刊行物、修理マニュアル、デザイン理念、医療研究、 BOS の知識を深めるものは何でもだ。だから他のものは紙の無駄だと言っているんだ。ゴミを処分するのは当然だ。分かってくれて嬉しいよ。待っていた人物とは明らかに違うわけだが、どうしてここに来たか教えてくれないか。プリデュエンの様子を学んでいるところだ。様子を学んでいるって？ああ、分かったぞ。パラディンダンスが報告書で説明していた新兵か。通常であればこちらの部門をちゃんと案内してやるのだが、ところが調査パトロール隊の手配が遅れている上に技術に関する資料の依頼攻めにあっているんだ。残念ながら仕事をやり遂げるのに必要な人員が不足している。どんな技術資料を探しているんだ？ BOS が主に集めようとしているのは進行中の任務に役立ちそうな情報だ。医療記録、科学日誌、武器設計図、その中にいかなるものでも有益なデータが含まれていれば手に入れる必要がある。調査パトロール隊って一体何なんだ？簡単に言ってしまえば二人一組のチームを送って現地を偵察し、技術的歴史的な関連を評価しているんだ。価値のない土地に全ての回収チームを送らなくて済むようにな。もしかしたら手伝ってあげられるかもしれない。それは素晴らしい。連邦を巡回するときには図面、メモ、マニュアル、本、図表など有益な技術データが含まれているものに目を光らせておくように。回収してきた資料を一束ごとに報酬を支払う権限が与えられている。それともし調査パトロール隊への配属を希望しているなら、入隊を待っている隊はたくさんあるぞ。ともかく会えてよかった、ナイト。兵士よ、ようやく立ち寄ってもらえて嬉しい。身体検査を受ける準備はできているか？どういう身体検査だ？体調は悪くないが。心配するようなことは何もない。病歴について簡単な質問をいくつかするだけだ。ここの仲間に脅威を与えるような病気を持ち込ませないようにする責任があるからね。これから医学に関わる質問をしていくので、できる限り答えていただきたい。最初の質問をするよ。子供の頃、長期間にわたり放射能にさらされたことはあるか？そんなことはボルトテックの審査の過程でとっくに分かっていたんじゃないのか？ボルトテックの審査の過程だって？ちょっと記録を確認させてくれ。ボルト居住者だったのか。おそらくここの仲間の誰よりも健康だ。いずれにしても記録を見落としたことは謝る。次の質問に行こう。きっと分かってくれるはずだ。よし、二つ目の質問だ。伝染病を媒介していると診断された人に接触したり出くわしたりしたことはあるか？大病を患ったことはない。それはよかった。三つ目の質問だ。どうか正直に答えてほしい。人間以外と考えられる種と性的な関係を結んだことはあるか？そういうのは好みじゃないんだ。それはよかった。この業務は非常に不愉快なものだな。最後の質問だよ。人間であるか元人間や機械であるかどうかに関わらず、 BOS の敵に引き金を引くことに何か問題はあるか？
いや、何であっても問題ない。完璧だ。ここでは問題なくやっていけるよ。素晴らしい。必要な情報は全て揃ったよ。問題はないようだから、すぐに任務を始めて大丈夫だ。医療支援が必要になったら連絡をするように。おい、何か必要か？今日は何が必要だ？見てみよう。入荷したばかりの極上の武器がある。ベルジバードのおかげでこの戦いの勝利に必要な制空権を獲得できる。